ヤマハ SR400 の4型ですね。なんととうとう入れてしまいました。はい、すいません、インジェクションは入れないっていうふうに言ってたんですけども、あまりにですねこのバイクが可愛いので入れてしまいました。どうですか、このですねちょっとこうなんかクリーム色っぽいホワイトにですね、ブラウンのシートです。可愛くないですか。でピカピカのエンジン、ピカピカのエキパイ、ピカピカのマフラー、ピカピカのフレーム、ピカピカのリアショックですよ。はい、そしてピカピカのもういいですか、リアフェンダー、ノーマルライプともですね、ノーマルのあのウインカーランプも非常に綺麗ですし、グラブ板も綺麗に残ってます。もちろん反対側も綺麗ですよ。どうぞ見てくださいね。おおむねバイクっていうのはですねこっち側が錆びやすいんですけど、どうですか、綺麗でしょう。非常にほら綺麗でしょう、綺麗でしょう、綺麗でしょう。でここも綺麗ですね。こちらもわー綺麗ですね。あ、触るなって、わかりました。フレームもピカピカですね。サイドカバーももちろんこの立体デカールもきちんとしてますね。よく錆びちゃうですねこちらのケースのところも、ここも非常にバッチリです。はい、でケーブルもピカピカ、こういうゴムが綺麗だといいですよね。はい、でフェンダーもこのブーツもちゃんとしてます。もちろん、タンクも両方ですね。はい、で全部ノーマルです。メッキのこのメーターケースもライトのケースも非常に綺麗ですね。素晴らしい。走行距離はたったの9929キロしか走ってないです。すごく良好な状態で、まあ良好な状態もまあ当たり前なんですけども、はい、やっぱメーターパネルがホワイトのメーターパネルって非常にいいですよね。なんか僕もこれ綺麗だなと思います。であとまあここまで新しいですね、車体を入れるのも僕なかなかないので、各部の状態を見て非常に面白いなと思うのが、やっぱりこの一番目を僕が引くのがですねマスターシリンダーの窓ですね。これすごい綺麗、新品こんなに綺麗なんだっていう、この綺麗さすごく綺麗ですよね。大体中古車になるとですね白く曇ってますんで、はい、まあ、それしょうがないんですけども。でもちろんイモビキーですね、赤キー含めて、3本揃っております。でこう入れてこれでエンジンがかかるわけなんですけども、はい、でね、ここ点滅するんですよ、キーが抜けてると。であとキー挿してオンにするとチェックが消えるんですけど、ずっとオンにしとくとですねまたこれ点滅始めます。そうするとエンジンかかんなくなるので、かけないときは抜いておきましょうね。はい、はい、あとね僕がちょっと驚いたのがタンクちょっと違うんですよ。ブリーザーがこんなところについてて、これですね、これブリーザーこんなところについてて、あとねこのオイルキャップのここにヤマハルーブとか書いてあるんですね。こんなの前他のやつ書いてない。なんかちょこちょこマイナーチェンジが見受けられます。はい、で、まあ、僕がですね、なぜ現行のですね SR を仕入れようかと思ったかというとですね、 SR シリーズにおいて白という設定色はですね非常に希少なものなんです。はい、白ってほとんどないです。SR のですね、ホームページ、ヤマハが出しているホームページ SR カフェかな、なんかご覧いただくとですね歴代タンクの色が見えると思うんです。でそこを見てもらいたいんですけども、白の設定って本当にないんですよね。であってもですね何年記念とかで、少ない台数出てそれっきりです。はい、だからこうしたですね白でしかも全部残っててこうピカピカな状態のものっていうのはかなり僕は、まあ、現行かそうかっていうのはちょっと置いといても僕は SR そのものとしては価値があると思うんですね。だからこれもしこれがですね黒とかだったら僕入れなかったと思うんですよ。このカラーだから入れました。はい、おそらくこれが欲しいっていう人はどんなに状態が良くてもどんなに新車でもこれ以外の色のバイク、これ以外の SR だったら嫌だってなっちゃう人なんじゃないかなというふうに思います。もちろん女性、若い女の子、まあ、こういう言い方するとダメだ、女の子、はい、
心は女の子のおじさんとかですね、いいかな、まあ、僕もそっちに入るのかもしれないですけど、僕もこれすごい可愛いと思うので。でもね、あんまり俺みたいにですね、35歳のですね、なんか野郎がですね、可愛いとか、うわこれ超可愛いとか言ってたら、マジで俺がもう一人いたら殴るぐらいの勢いですよね。本当にもう気持ち悪い。でも可愛いと思う、可愛いと思っちゃいますよね。でも 僕は多分似合わない。どうですか、似合いますか僕。あ、ちなみに僕これセンタースタンド立ってるんで、足つかないです。で僕今身長が今ですね173センチ、まあ、今っていうのは何でかというとですね、僕夜中と朝方だけですね、身長が伸びたり縮んだりするんです。今は皆さんの前にいる時だけは173センチですよ。Google の検索で二宮翔平ブランクって入れるとですね、予測検索で身長出てきます。はい、ありがとうございます、入れてくれた方。はい、今度はですね、Google 検索で進撃のと入れるとですね、その後にイコールで石郷岡って出てくるようにしたいんですね。はい、まあそんなことでもいいです、初心者ライダー。はい、じゃあエンジンをかけていこうかなというふうに思います。はい、インジェクションのオートバイなので、他のキャブの時代の SR と比べるとですね、なんか聞いたことねえ音が聞こえます。これをあれオフにしちゃった、オンにすると燃料ポンプが作動する音が しますね。はい、でそれが消えます。でそれからキックをこう操作して、キックインジケーターを出す、ここまで同じなんですけども、キックちょっと動かしただけでですね、燃料ポンプがピュイーンって動いてる音がするんですよ。なんかハイテクってか車、なんか SR らしからぬハイテクさっぷりを感じます。でこの状態でキック、はい、かかりましたね。てかものすごい安定してます。で SR のインジェクションのタイプのマフラーっていうのは太くて長いんです。それまでの従来のものよりもヒートガードもちょっと違うのがついてるし、なんか後ろ膨らんでませんか、非常に太くて長いんです。下ネタじゃないですよ、はい、太くて長いんです。でかけた瞬間これだけ安定しちゃってですね、まあ安定してちゃんとエンジンがかかって異音がないって、まあこの年式でこの距離だったら当たり前だと思うんですけども、それでもやっぱこうまあインジェクション化するにあたってヤマハが頑張って作ったんだろうなっていうのがですね、非常によくわかる作りです。なんか感覚としてはキックしかないのにセルがついてるみたい。ちょっともうちょっと柔らかくキックしてみようかな。でこれいつもやってみたいにデコンプを握って下に行った瞬間離すだとあんまエンジンかかんないです。逆にあ、さすがにこれじゃ無理だな、もうちょい強くしてみようか。あ、かかった、すごい、結構ふにゃっていってもかかりますね。じゃあ恒例のというか手でかけてみましょうか。手でかけるとね手首痛くなるんだよな。手でかかるかな、はい、せーの、あーかかりましたね。はい、というわけで女性でもかけられます。女の子の足の方が僕の手より多分太いかなと思うんで、多分女性でもかけられる愉快なオートバイになるんじゃないかなというふうに思います。もちろん車検付きでメーヘンも終わって乗り出しの価格です。乗り出しの価格です。これ以上買うって言ったらこうボンボンボンって上乗せとか絶対ないですので、はい、バイク屋さん怖いな、こんなやつがやってます、バイク屋さん怖いな、行くの敷居高いなって思ってらっしゃる、女性の方、心は女性の男性の方、心が男性の男性の方、はい、全然大丈夫なんで、私噛みつかないんで、はい、犬もいますけど犬も噛みつきません。あ、犬じゃなくて社長もいますけど社長も噛みつきませんので、はい、お越しをお待ちしてます。遠方の方にも納められますので、その場合は電話とか写真のやり取りになると思うんですけども、遠方納車全国発送やっておりますので、どうぞよろしくお願いします。